やっとけ、新入り。おい、聞いてんの？本日分終了いたしました。要弁願います。よし、お前元登場会のやつなんだってな。模範囚になって一刻も早くシャバに戻りてんだって。だが殺しはどう巻いても仮釈まで10年。それまでは俺らと仲良くしといた方が身のためだと思うんだがな。だんまりかよ。なあ、お前どこの組だよ。それくらい教えてくれたっていいだろうがよ。なあ。荒川組だよ。荒川組。荒川組ってあのちっぽけな組だろ。元登場会ってからどんな大物かと思ったら小物でがっかりだわ。今なんて言った？神経な組だって言ったんだよ。組長も確か昔殺しの荒川とか言われてたけど、今はふぬけちまってるって噂だしな。そんな神経な組からも切り捨てられてかわいそうなやつだな。てめえぶっ殺すぞ。負け。やれるもんならやってみろよ。てめえ。1年も耐えたのに、なぜやり返した？全員警察病院に運ばれた。一本の歯も残らないほどの外傷を負ってな。親父の悪口を言われたんです。シャバで待ってる組長さんか？はい。あの野郎、おやさんのことふぬけだとか小物だとか抜かしやがって。おやじさんが知ったら悲しむだろうな。そうなんです。だから俺は奴らを。違う。お前の刑期が伸びたことだ。どんな事情があって人を殺めたのかは知らない。だが外で待ってくれている人がいるなら耐えろ。これ以上信じた人を悲しませるな。1119番、手紙だ。
大事な人からみたいだぞ。荒川のおやっさんから。背景一番へ。出所するまで書かずにおこうと決めていたが、耐えられず筆を取る。お前の刑期が伸びなければ今頃盛大に出迎えてやることができていたはずだが、それが叶わず、ただただ悲しく寂しい思いで毎日を過ごしてる。今でも事務所にいるとお前の笑い声が聞こえた気がして振り返ってしまう。家族の欠けた家の虚しさは親にしか分かるまい。親は子がいて初めて親になれるんだ。一日も早く振り返って俺の前にお前の姿がある日を待ってる。追伸。出所した日の晩はあの時食べられなかった北京ダックを食いに行こう。おやっさん、すみませんでした。俺、おやっさんがどんな思いで待っててくれてるかも考えずにバカなことして3年も長く待たせちまって、本当にすみません。お待たせしました。春日一番、ただいま帰りました。あれ、あ、どうして。まあ年々暴対法の締め付けが厳しくなってるからな、出迎えを控えるのも無理はないさ。親分衆が高級車で出迎えなんて昔の話だ。手紙にはちゃんと書いてあったんすけどね。最近はみんなそんなもんだぞ。さあ早く行け。はい、お世話になりました。誰も来るわけねえじゃねえか、このバカが。はあ、18年も無所入ってると世間知らずになるのは当たり前だが、一度も面会に来ねえ親を未だに待ち続けてるとはたまげた精神力だな、春日一番。誰だてめえ。神奈川県警でか。昔はな、今はしがない免許センターの職員だ。もう定年も間近の。なんで免許センターのおっさんがここに。失効した免許早速取り直せってか。最近はそんな面倒まで見てくれんのか。そうじゃない、俺はお前に用があってきた。なぜ20世紀最後の晩に銃で人ぶっ殺した凶悪犯様だからな、わざわざ有給まで取ってきたんだ。へえ。でも俺がまたすぐ何かやらかすって思ってんなら大がと違いだぜ。出所した人間はみんなそう言うぜ、特に出所した瞬間はな。わ
かった顔して喋るんじゃねえ。あんた、俺の何を知ってるってんだ。神室町生まれの神室町育ち、町の有名ソープ桃源郷で産み捨てられ、以来店長の春日次郎に引き取られ、店で働くソープ嬢たちに育てられた。その後テンプレ通りに不登校、食い逃げ、万引き、喧嘩を繰り返し、見事16歳でヤクザに就職。東条会系荒川組構成員として大した活躍もないまま、8年後同じ東条会系組織の幹部を射殺。2001年1月1日神室署に出頭。後に懲役15年の刑が確定し、ここの刑務所に服役。素行不良による3年の刑期延長を経て、晴れて本日刑期満了で出所といったところが。へえ、やけくそに詳しいじゃねえか。最近じゃ免許センターでそんなことまでわかんのか。じっくり手間暇かけて調べただけだ。はいはい、あんたが誰で何が目的かなんてどうでもいい。さっさと消えてくれ。俺は今すぐ行きたいところがあるんだな。荒川組への挨拶回りか。うるせえよ、俺はあんたには用はねえんだ。ほっといてくれ。でも俺はお前に用があるんだ。とはいえ行きたいとこがあるんなら止めやしない。お前はもう自由の身だ。ただし俺も一緒についてくれ。はあ、意味が分かんの。け、勝手にしろよ。これパンチじゃねえんじゃねえか。すみません、パンチパーマなんて今時誰も。いや、ちょっとやったことなかったもので。どういう顔で親父にやったらいいんだよこれ。なんだよお前その頭。うるせえ、腕の悪い店に当たっちまったんだよ。んなことよりおっさん何なんだ。いつまで俺のことつけるような真似すんだ。俺はお前に用があるって言っただろう。だからお前さんの用が済むまで待ってるだけだ。で、次は何するんだ。ち、気持ち悪いやつだな。勘弁しろよ。どこに行くかと思えば墓参りか。鈴森千佳男。鈴森ってあの18年前に撃ち殺されたやつか。ああ、そうだ。おお、でも誰が鈴森をやったんだろうな。目の前にいるだろう。冗談言うな。なんだと。じゃあお前、こいつを、鈴森をなぜ殺したんだ。荒川組を絶縁されて、むしゃくしゃして、その勢いでな。むしゃくしゃして人を撃ち殺した。そんなイカれた奴がやった相手の墓参りして掃除まですんのか。ましてや出所してすぐに。笑わせんな。別にいいだろ。18年前、鈴森は誰かに撃たれて死んだ。だがお前じゃない。なのにお前が組のためにやってもねえのに自首した。そんなことは所轄の刑事部長から裁判官まで全員分かってたんだ。春日、お前は無所の務めも終えたんだ。なぜ今でも嘘をつく。本
本当は誰がやったんだ。俺だ。俺がやったんだ。呆れたやつだ。つうかあんたよ、いい加減しつこいぜ。そろそろ本題に入ってくんねえか。本題？定年前のデカで免許センターのおっさんが元極道の出所後の保護観察のボランティアするわけねえだろ。あんた本当は何者なんだ。俺に用があるって言ってたよな。用か。そりゃな。さんだよな。ああ、なんやわれ。あれどこどの雑誌の記者か。あのな、取材 NG なんや。帰ってんか。違う。俺は荒川組の組員だったんだ。荒川組のもんならわしらが知らんわけないやろ。ずっと無所にいて今日出張してきたんだよ。嘘つくならもっとマシな嘘つけ。おやつさんと話をさせろ。おやつさんだって俺と話をしたいはずなんだ。ああ、なんやお前、頭おかしいんとちゃうか。今日は大事な墓参りでわしらも忙しいんじゃ。どっか行けおら。てめえらこそそこどきやがれ。どかねってんなら手作で行かせてもらうぜ。死ぬのすぎないや。やってやるぜ。よし、行くぞ。してただで済むと。まだやんのか。よせ、春日。分かった、すまん。そうなんだ、こいつちょっと頭がおかしいんだ。なあ、何勝手なこと言ってんだ。こいつにはよく言っとく。悪かった、すぐに帰る。行ってくれ。そ、話せ。あれは絶対におやつさんのはずだ。おやつさん、荒川のおやつさん、一番です。今日出てきました。一番です。カツが一番です。どうして18年も留守にしてたんだ。お前のことを忘れちまっても無理はねえだろ。忘れてるわけねえだろ。おやつさんは俺のこと気遣って手紙もくれたんだ。さっきは多分気づかなかっただけだ。おやつさんもちょっと年取って耳も遠くなって目も悪くなっちまって。しっかり声も届いてたし目も合ってた気がするけどな。違う。認めたくない気持ちもわかる。でも荒川の態度で察しろ。少なくともお前のことは忘れちまったか。
覚えていたとしても話を聞く気もないってことだ。嘘だ、そんなはず。そうだ。どうした？おやさんは何しにここに？墓参りだろうな。そうさ、鈴森の墓参りに来たんだ。墓の前に立ちゃ、俺のことだって嫌でも思い出すはずだ。よし、墓の前でおやさんと直接会って話を。おい、あれを見ろ。見たか、やつは鈴森の墓参りに来たんじゃない。あの墓は、ありゃ近江連合先代の墓だ。近江連合ってあの関西の？なんで親さんがそいつの墓参りを？しかもあんなにたくさんの兵隊を連れて。そりゃ荒川真澄が近江連合大幹部としての行事をこなすためだ。はあ？あのな、おっさん、さっき揉めた連中も荒川組って言ってたろ。荒川組は天下の東条会、東条会だ。その昔は近江と戦争だってしてたんだ。常識だぜ。あんたやっぱデカってら嘘だな。今荒川組は東条会じゃない。なんだと？荒川真澄は、やつは今八代目近江連合の実質的なナンバー2、若頭代行だ。おやさんが近江連合の頭代行？何言ってんだよ、嘘だろ。お前が信じられねえのも無理やねえ。三次団体ではあるものの、荒川は東条会の下で数十年も組長を務めてきたベテランだからな。だが潮目が変わったのは2年前だ。新しく就任した東京都知事が町の浄化運動を始めて、次々に東条会の資金源をピンポイントで潰して回った。名付けてカムロ町産経作戦。産経作戦？ヤクザに食わせない、稼がせない、居住させないで産経だ。んで警視庁の的確すぎるガサ入れで、主だった組の幹部衆は次々に暴対法で挙げられていった。ただ一つ荒川組だけを除いてな。は？何のことはねえ。警視庁が効果的に東条会を叩くことができたのは、荒川組から提供された内部情報のおかげだったんだよ。つまり荒川真澄は東条会って組織そのものを殺に撃った。んなバカな。まだ話は終わってねえぞ。その後東条会がほとんど壊滅って時に、これ幸いと関西から近江連合の極道たちが次々とカムロ町に入り込んできた。しかし警視庁はそれを見て見ぬふりをする。なぜか。理由は荒川からの袖の下があったからだったと考えられる。袖の下？賄賂だよ。荒川は警視庁の幹部らに裏金を渡して近江の東京進出を目こぼしさせたんだ。近江の連中は一滴の血も流さずにカムロ町を牛耳ることができた。奴らだからその見返りに、荒川真澄に若頭代行という席を用意して迎えた。要するに荒川は東条会から見りゃ紛れもねえ裏切り者よ。今も恨みを買って東条会の残党に狙われてる。お前には酷な話だろうが、いずれ知ることだ。気を落とすな。大丈夫か？具合でも。やっぱおかしい。なんだと？親さんが近江に寝返る、東条会が壊滅？好きならもっとマシな嘘を考えろよ。
まだ俺の話を信じないってのか。あんたの話はどう考えたっておかしいんだよ。あの人は義理人情が服着て歩いてるような人なんだ。落ち着け。さっきの荒川を見たろ。近江の墓参りをしてたんだぞ。あれはおやっさんじゃねえ。俺も18年ぶりだったから見間違えたんだ。よくよく考えりゃ、さっきのやつはおやっさんよりセンスが悪い。お前が揉めた連中も荒川組と名乗ってたろうが。それもきっと聞き間違いだ。ていうかこの車どこ向かってんだ。カムロちゃんこっちじゃねえだろ。横浜だよ。ああ、俺はカムロ町に帰るんだよ。最初に言ったろ、お前に帰る場所はねえんだよ。今は俺と横浜に一緒に来い。俺はお前に用があると言ったろ。なんだよ用って。捜査だ。この先は俺の捜査に協力してもらう。ふざけんじゃねえ。なんで俺があんたの捜査に付き合わなきゃなんねえんだ。いやと言ってもお前は俺に従うしかないんだよ。あと少し行きゃ神奈川県、つまり俺の管轄だ。いいからおとなしくついてこい。うるせえ。今すぐ車止めやがれ。さもねえと。おい春日、おめえが協力しないってんならいくらでも理由つけてしょっぴくことだってできるんだぜ。はあ、脅しってか。てめえ、やっと正体を現しやがったな。正体？そうよ。手の込んだ絵描いて俺を騙して横浜に引っ張り込んで、横浜の輩と手組ませて一仕事させよって魂胆だろ。見え見えなんだ。てめえ横浜のどこのもんだ。ったく、つける薬がねえな。さっき手帳も見せたろ。はっ、こんな小道具が何だっつんだ。おれバカ、何すんだ。おい、どこ行く気だ。ああ、カムロ町に決まってんだろ。お前、俺の話ちゃんと聞いてたよな。もういいって。わかったわかった、芝居はそこまでにしてくれ。しかし出所早々横浜の筋門に拉致られそうになったなんてよ、傑作な話だぜ。はお前な。カムロ町でおやっさんが方面祝いの準備して待ってんだ。あんたのおかげでおやっさんにいい土産話ができたぜ。あばよ。カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。やれやれ、やっぱりこういう展開になっちまったか。まあいい。
ここだよな。ちょっとあんた何してんだい。おっちゃん、ここに入ってた事務所はどうした。事務所？ここ前はガールズバーだったよ。じゃあその前だよ、事務所入ってただろう。いや、中古パソコン屋だったね。その前はメイド喫茶で、その前はフィリピンパブだったかな。18年前、ここは組の事務所だったろ。組の事務所？シンプルに言えばヤクザの事務所だ。ここに入ってたはずなんだ。荒川組って看板がここにあっただろ。そんな昔のことは分からんけど、あの荒川組って昔はこんなチンケなところに入ってたのかい。おお、荒川組を知ってんのか。そりゃカムロ町で知らないもんはいないだろう。でかい組だし何かと有名だからね。ほう、そんなにでかくて有名なのか。で、今その荒川組はどこにあるんだい。探してんだよ。さあどこだろうな。でも今時薬剤さんも看板ドーンってつけて商売できない時代だし、荒川くらい有名ならなおさらだろうから。そっか、わかった。ありがとうよ。大丈夫なのかい。なあ、新しい事務所の場所はタバコ屋のばあさんに聞くよ。情報通のばあさんなら絶対知ってるからよ。そうかい。母さんは？え？ああ、前の店長のことかい？あの人はとっくに田舎に帰ったよ。今頃は老人ホームでのんびりしてんじゃないの？そっか。あのさ、荒川組の事務所って今。あ、悪いね、お客さんだ。あの、荒川組の場所だけ。おう、おっちゃん、いつものくれや。はいよ。じゃあ、500円つけとけ。はあ、しばらく見ねえうちに行儀の悪い連中が増えたもんだ。まったく情けねえ。なんやと。あのな、誰からそんな教育受けたんだ。ああ、いいか、組員が登場会のバッジつけて街歩くときゃ近江連合。なんやこれ、我どこのもんや。俺は荒川組のもんだ。なんや、新入りかいな。わしも荒川組や。ざけんな。荒川組が多い。荒川組はな、あんたも今日先代の墓参りしてたのか。あ、
おう、そういや今日は行事の日やな。でも大事な行事に行くんは大概組長と幹部、あとは専属のお付きの連中だけなんや。よう覚えとけ、新入り。その組長って誰だ。はあ、何言うとんねん。誰なんだ。近江連合若頭代行、荒川真澄に決まっとるやろが。ふん、組長の名前ど忘れかいな。しっかりせえ、新入り。その新入りってのはやめてもらいてえな。俺は近江の世話になった覚えはねえ。何、己さっき荒川組言うだろうが。ああ言ったぜ。でも俺はな、登場会の荒川組員だ。登場会、何寝言言うてねえ。寝言に聞こえるか。聞こえんな。まだ害虫が残っとったんだ。本部から害虫は見つけ次第殺しても構わへんと言われとってな。ここは俺の故郷だ。害虫はてめえの方だろうが。さっさと駆除したろえ、登場会の虫けらが。打ちのめしたるわ。やってやるぜ。俺の番だな。さんが近江に寝返って登場会ぶっ潰したってのはマジなのか。答えろ。せや兄貴。こいつ登場会の残党や。いてまえ。なんやて、わたんかい。こら、そうね。
お。ありがとうよ。バイオ。待って。なあ、秒で終わらせたらやってやるぜ。よし、行くぞ。寝てんのか。見せてやるよ。取っておきな。行くでしょ。俺の番だな。
見せてやるよ。とっておきだ。おれ、いいな。よし、行くぞ。おい。忘れんからな。取材もいいけど無茶はよくねえよパイセン。そのカメラまだローンが残ってる。近江連合と東条会残党の捨て頃現場。いいぞいいぞ、この写真は高く売れるぜ。サンキュー一番。おい待てよ。てめえ、なんてことしてくれるんだこれ。よせよ、悪いのはパイセンだって。ほら、さっさと行け。次に会ったらただじゃ済まねえからな。たく、さっきまで脅されてた人間だと思えねえな。覚えてろよ、カムロップ。カムロップ？カムロ町のイメージアップっつって2年前に出てきたゆるキャラだ。ゆるキャラ？なんだそれ。無所帰りと話すと拉致が開かねえ。で、俺に用事ってなんだ。なあパイセン、荒川組に、いや荒川のおやっさんに何があったんだ。そういや、お前荒川んとこの若衆だったな。実話雑誌の記者なら知ってんだろ。おやっさんは近江に寝返るような人じゃなかったはずだ。荒川がなんで変わっちまったかか、それぐらい知ってるさ。伊達に記者で飯を食ってるわけじゃねえ。教えてくれよ。お前が無所に入ったのって何年前だ。18年前だ。ってことはその頃荒川の息子がいただろ。いたよ。若のことだろ。俺はお付きやらせてもらってた。俺は詳しくは知らねえがよ、あいつ難病だったんだってな。ああ。でも今どうしてんだろう。死んじまったよ。いつ、どうして。お前が無所に入って3年くらい経った頃かな。病気が悪化して打つ手がなくなったらしい。荒川はその子を可愛がってたんだろ。可愛がってたなんてもんじゃねえ。おやさんは若のためだったらなんだって。多分荒川が変わっちまった原因はそれだろう。我が子に先立たれるほど辛いもんはねえからな。それは辛かったなんてもんじゃねえだろうけど。でもだからって登場会を裏切るなんて。あのな一番、お前には分かんねえかもしれねえが、子供の存在ってのは親にとって全てだ。生きがいなんだ。でもそれを失ったからといっても生きていかなきゃなんねえ。それが人生ってもんだろ。生きがいを失ったらまた新しい生きがいを見つけなきゃ生きていけねえ。荒川は極道だ。それも生粋のな。やつが選んだ新しい生きがいはなりふり構わず修羅の道を突き進むことだったんじゃねえのか。そんな。ところでお前、さっきのチンピラが言ってたけど、近江の連中と一悶着起こしたのか。はあ。じゃあもうカムロ町をうろつくのはやめとけ。それともまだ何か用でもあんのか。どこか行く気か。え、カムロ町にお前の居場所なんてねえんだぞ。
こ行きゃいいんだ俺。え、いや知らねえけど、とにかくお前はもう近江の連中に目つけられてるんだ。すぐ町を出ろ。家とか戻ったりすんなよ。家？お前が生まれた家だよ、ソープの桃源郷。おい、まさか桃源郷に行くのか？やめとけって。お前下手したら殺されるぞ。殺す？いっそ殺してくれ。強くなった気がするぜ。